はいどうもおはようございます、不動大和です。今日は1月25日月曜日、今日はね抽選会があるんで、お芝居ちょっと短めのお芝居で、喜劇勘違い、僕も久々にしますねこの勘違い、勘違いやりまして、抽選会、そして、舞踊ショーへと入ります。2時間半の間に入れなあかんので結構大変なんですけど、大和座恒例の抽選会、一体どんな様子なんでしょうかね。とにかく、頑張っていきたいと思います。でも一番大きい店や、ここにも洋さんおる、受注だけでも25人はおるのに、なんで今日に限ってみんな休むの私一人やったら大変やないの、ほんまに猫の手でも借りたいって思うやわ。おたけや、大社おもてにいまして、おたおはようございます、どうぞこちらおかけになってください。ああ、すいません、はい、悪いな今日な、方向にみんな休んでしもて。そうですがな、別に休日でもないのに休みて。いやーしやけどな、おかけがおってくれて助かったわ。朝からずっと働いてます。すまんな、はい、ちょっとおかけに頼みたいことがあるんやけど。なんぞ、わてでできることやったら何でもしますて。なあ、はい、近頃娘の様子がおかしいと思わへんか、炭酸あんたお気づきになりなはったな。ということはおたけ、わても前々からおかしいと思ってましたし、せやろ、何にしててもお嬢はんぼーっとしてばっかり。せやせや、わてらの声は耳には入ってない。名前呼んでも上の空、ええ、なあどこぞ悪いんちゃうやろかな。それはね、聞いてみな分かりまへんで。せやねんなそれ当たり前のことや予知能力あるわけちゃうねんからな、わかるわけあれへんから。わかりまへん。せやろ、わしかてな大事な一人娘や、女房に先立たれて男で一つで卵を温めるように大事に育ててきた子ね。そうですな。はい、来ておくんなあれだ。あ、聞こえました。あなたこっちおかけになって、ね、どないした。近頃あんさんの様子がおかしい、親として旦さんもえらい心配してましたで、わても気にかかってましたんや。そうな。ねえ、どこぞ悪いんだか。え、体の具合が悪いとか。いや、体は何も悪くないで。悪ない。うん、な、何が悪い。いや、おたっけに言うたかてな。もちもちした。あんな牛は牛連れ、女は女連れだせ。お嬢はんのためやったらうちなんでも力になりますせ。実はな、好きな人ができたんよ。好きな人、年頃や境に恋やばいちゅうもんだっか。うん、まあでも経験ありますわ。わかります。こっちこっち座って。おたけあるの。そら女ですから。そんなん好きになる人おらんとずっと一人で暮らしてまへんで。せやでな、今まで何人おったか。そんなんよろしいね。朝誰が好きになりましたんや。おたけもよく知ってる人や。わての知ってる人、うん、いろいろおりますね。誰。うちの店によう出入りのある。出入りのある大工のしん、しんちゃん。しんちゃんが好き。どないした。わてもしんちゃんが好きやった。えできることやったら一緒になって、初代元かと考えておりましたんや。してやったらおたけ、うん、諦めて。早く。そうだっか、しゃあないな。ちょっと待っておくんなあれ。ダンサー、はい、聞いてましたか。聞いた。恋やばい。好きな相手が大工のしんちゃん。偉い。さすがわしの娘ちゃんやね。目の付けどころがちゃう。お父ちゃんもな、あの子ならええな思ってたんや。はやで。ほな旦さんもわてには譲ってくれまへんのか。当たり前やろ。そんなおもちゃ箱ひっくり返したみたいな顔しやがって。誰が好き頃にお前のところに来てくれんねや。ご公認はそんなむちゃくちゃ言いますが。まあお前にはお前でいい人見つけたるさかいに、これは諦めてくれ。できひんかった時にはお金をくんなれ。なんで金やねん。アホ、お前が持ってこい。しっかり働いて。ほんで、どないするつもりだす。いや、そらどないもこないもあれへんかな。もう一緒にさせるよ。え、一緒にさせるの。塩であげる。そうや、当たり前や。気が早いことで。こういうのは早い方がええねん。うん、ね、しんちゃん、お前の気持ち知ってるんか。まだ知らへん。うぶやな、かわいいなぁ。わしにそっくり。うちの兄ちゃんですわ。
どうよ。うちの兄ちゃんね、早うに親が亡くなってしもうて、それからわしのことを親代わりとして育ててくれた。お嬢はんと一緒になるためには兄貴に話をせなあきまへん。ということは、棟梁が首を縦にふんと振ってくれさえすれば、お前娘と一緒になってくれねんな。そうです、決まったも同然よ。そうだか。当たり前やないの、棟梁言うたらもう昔からの付き合いやで、棟梁あれしといてやこれしといてやったら、はいはい言うて何でもわしの言うこと聞いた。そうだすな、あんたの言うことやったら何でも聞いてくれるわけや。決まったも同然。これは石屋の旦那や思えんかい。いつもお世話になってます。いや世話になってるのはわしの方や。だってね、今日半分なんねや。ああそうだか。みんなにあと仕事を任せてわし一人先帰りまんね。おあ、というのもね、今日はちょっと特別の日でございましてな。なんだなんやの特別の日って。落ちてね。いや、あのすめえな、私女房もろて長い、で、あの一緒になったその時から私ら決め事がありましてな。な、どんな。恥ずかしいわ、もうあの人巡りにね、一回、まあ月のうちなら四回、もうそういう日を作らないと、もう決めとこうと、いう日が今日だし。あらわやい。帰ったら、カカがね、手料理こしらえて、うん、待ってます。な、トーリョー。すいません、ほな、すいません。トーリョー、はい、あの、じゃあ、お楽しみのところ悪いんだけどな、はい、ちょっとトーリョーに頼みたいことがあってな。頼みたいことって、あらたまたあんさんにはどれだけ世話になってる。わたいがね、まだ花たるの自分から目かけてくれて、今棟梁になれたのはみんなあんさんのおかげだね。何を言うてんの、お前の才覚やないかい。いや、頼みというよりもお前こうせえやせえ言うてくれたら何でも言うこと聞きますし。ほんまに何でも。お前なんなの。何でも言うこと聞くな。気やしく言うとおくながら。わかったわかった、なあ ここじゃないか、ちょっと座らへんか。まあまあ、そんなもったいない。何がいな。私は立ったままで結構でございます。ああ、ほなこんなこと棟梁に頼むねんから、まずは棟梁から。嫌なこと言わんと旦那から。じゃあ座らせてもらいます。一緒に座りますか。あれおいおい、どないされたんですか。どないも来ないも、なんで危ない椅子引いた。どないなんで引いたの。ちょっと引っかかった。どうだらけなんだ。どうしてきた。どうだらけなってあんだ。なんで、はい、娘ちゃんのこと。ああ、お嬢さん、もう立派になられましたな。年は今おいくつですか。18。鬼も18、番ちゃんも出まなき言葉がありますな。余裕なぜな。お前よろしいな。娘ちゃんのことでな、はいはい、ちょっとこれ様子がおかしいねや。名前呼んでも上の空。なんでご飯も喉を通れへん。あらまあ、なんでや、聞いたんや。うんだらな、恋はづらい。うわあ、みんな通る道ですわ。大工や。大工。大工。そう、あれわしと同じやないか。せやね、大工あかんで、苦労するよ、大工の嫁はんになったら。おうか。そうだな。そんなことあれんと思うけど。で、私に何の話ですか。いや、そこでやな、棟梁すまんが、ふんと首を縦に振ってくれんかな。え、あ、え、何や、もう、ご、ねえ、ご冗談を。は？焦ってるわ、何言うてた。頼むわ。その大工のことが好きで好きでたまらん。みんなで、そら冗談はやめておくんだあるな。そんなもん、何がよろしいの。いやいやな、まずはな、優しい。優しいだけは、とりえかもしらんけど。いや、せやけどわしの見る限りな、大工の腕もええ。まあそれはもちろん職人やから誰にも負けへんと思うけど。いや、わしはええ男やと思てんねんけどな。顔。ああ。そんな。顔。いや、まあ自分では愛着あるよ。ああ、長年見てきてくるから、まあ
まあ、中の上ぐらいかなとは思ってるけど、いや、せやから、うん、そこで棟梁に願いっちゅうのはもう丸く収めるには棟梁がふんと首を立ててくらない。あきまらへんねん。すんません、いくら旦那の頼みでもね、こればっかりはふんと言えまへんな。ちょっと待って、一緒になられへんかったら娘は死ぬ言うてんねんで、その娘の気持ちを踏みにじるつもりか、殺す気か。さあどうや、何でも言うこと聞くや言うたんや。首縦に振ってな、頼むわ。いや、シャワーになっておりますからな。お前方首を縦に振ってくれるな。しんちゃんと娘一緒にな。せやがね、やっぱりあかん。棟梁、わかるやろ、この親子。わかる、わかるけど。この通り。何がよろしい、こんな男の。すべてええ中でんねや。こんなモテ気がある。ここまで言うてもあかんか。ええ女やったからな、別れんのはつらいけれどもしゃあがない。石屋の旦那の頼みや、女房にどないして別れを切りたい。何やあれ、なんでうちの中にトドがおるんだ。立てっかいけど、あ、そうか、石屋の娘さんもらえる思うたら、え、自分の女房のアラが分かってきたな。アラだらけや、アラアラ。おれ帰ったぞ。あんたお帰りやす。何やあれ、なんであいつあんなに色気だ。あ、今日一巡りに一回のそういう営みの日やった。仕事はこんな時に限って。アンさん、お帰りやす。今日もご苦労さんやったね。あら、何？なあ、えら今日強いやないかいな。やめろ、俺。え？気持ち悪い、ぶっさいな顔見せるろ。指名手配や。びっくりだもんな。そう、それお前それ持って今からお前保健所連れて行け。わかりました。殺処分やいてこい。はい。
はい、終わりました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願い申し上げます。じゃあさようなら。